今振り返りたいマイメイバボバー編、今回はこの馬をご紹介します。はい、この馬です。カネサブラック。カネサブラックは2002年生まれ、186戦72勝と、はい、はい、主な赤ちゃんは万栄記念2回、帯広記念2回、旭川記念3回、岩見沢記念2回、北見記念などと、もう素晴らしい活躍でございますけれども、ね、2019年に俺の心に更新されるまで重賞最多勝利21勝を挙げました、はい、こちらは松田道明騎手からコメントをご紹介いたします。馬体は大きい方ではなかったのですが、どこからあの力が湧いてくるのだろうかと思うくらい障害の切れ味が抜群でした。松井調教師がきっちりと調教をつけていたので結果がついてきたのだと思います。普段はよそ見をすることがありましたが、レースに対する集中力が飛び抜けていましたといただいております。すごいオンオフがはっきりしていたので、ね、できる大間さんだって。ではカネサブラックのレースご用意しておりますので、どうぞご覧ください。雪本さん、この第45回万栄記念ですけども、これは初めて勝った時になるのかな。1枠の馬ですよね、確か引退レースですから、2回目の時になりますかね、まあ非常にこう松田道明騎手、それから松井厩舎に転厩してね、まあ、完成された馬ではありますよね、はい、もう本当にこう真面目な、僕の中では真面目で、こう、うん、カリーババを味方にね、スピードと途半力でこう勝ち負けにつなげるというような馬ではありましたよね、うん、本当にこう松崎氏が言ってるように、そんな大きな馬ではないんですけどね、うん、どこからそういったパワーがあるのかなっていう、まあ、真面目というところが、うん、やはりこう一歩二歩でもこう前に進んでいく、それがまあ万栄記念制覇とか重賞競争制覇につなげてきたんではないかと思いますよね。若い時はね、本当にデビューしたての頃は大原調教師ですとか、はい、鈴木翔帝騎手がね乗って本当に大事に育てた馬で、2歳から3歳に関してはそんなに目立った感じではなくてね、オープンの2番手とか1番手を行ったり来たりっていうような感じのイメージの馬ではあったんですけど、まあ、その中からこう松井厩舎に転厩してね、で松井調教師、そして松田道明騎手とのコンビでこう馬を完全にこう完成させたっていうイメージの馬ではありましたよね。もう本当にこの先頭で下ろしてね、そのまま押し切る、これは勝ちパターンでもありましたよね。本当にこう真面目で強かった馬というイメージはありますよね。今降りてきてるの大原騎手の北の大将ですよね、これね。はい、足で突っ込んでいくんですけど、まあ、最後はこう苦しくなって三着だった。で後ろから来る藤野騎手のこれ銀河流星ですよね。はい。苦しそうだけど、ね、しっかり歩き切って。そうですね。もうこの万栄記念はやはりこう先に下ろしてる方がね、うん、最後苦しくなってくるところでやっぱりこう最後はこう先に下ろして、なかなかこう最近でこそね、戦国エースですとか俺の心みたいに後ろからこうズローンと刺していくような競馬っていうのを見れますけど、昔から万栄記念はもう先に障害、まず2の障害を、ね、先に下ろしていくというところがね、勝ち負けの必勝パターンでもありましたよね。ちょっと最後、ね、すごい競り合って、銀河流星が2着にね、粘ったという一戦ではありましたよね、はい、2013年に行われました第45回万栄記念のレース、ご覧いただきました。では神様、まずこのレースご覧になっていかがでしたか。いや本当にゴールまで、ゴールすぎ、うん、ゴールに入るところまで本当に力が入る万栄記念ですよね、うん、でカネサブラックって私が万栄競馬を見出した頃に王者として君臨していた馬なんですけれども、ね、改めて聞くと体が小さかったっていうのが意外だったというか、そういうイメージがなくて、とにかく強い王者っていうイメージが強かったの で体が小さくて真面目な性格が強さの秘訣っていうのはなんかすごく素敵だなと思いました。
ぱりその王者というオーラが体の小ささをこう隠す。そうですね。だからあの後タレーマーになりますとね、うん、やっぱりこう現役時代はこう見た目以上に大きく見えるんですけど、タレーマーになってからはやっぱりこうちょっと小さく見えるような感じがありましたよね。後に、まあ、福泉とのね、はい、子供で泉クイーンなんか出したりとか、はい、名馬出してくれてますよね。初年度3区から J1 ですか、確か金沢ブラック出してきたりとか ね、非常に強い馬を出してくれて、まあ、残念ながらもう亡くなってしまってるんですけど、はい、まあ、これからまあ2世3世というか孫の代までこう血統的には残ってくる血統になると思いますね。楽しみですね。そういうふうに子供なんかどんどん孫につながって金沢ブラックの血が継がれていくっていう形で、そうですね、まあ、現役では兄弟でね、金沢スペシャル、金沢ヒロイン確か兄弟だったんですかね、はい、なるほど。でも今福泉っていう話があったんですけど、赤目さん福泉先ほどねお話ありましたけど。そうなんですよ。現役時代すごく好き で引退した後に金沢ブラックとね、種付けするって聞いて、と思って、あの黒い羽サブラと白い福泉 でしかもずっと戦ってきた運動士なので、なんかすごくロマンチックだなって。そうですね、夢の配合みたいな。あの枯れサブラック福泉の前以前にはね、万栄記念を買った者同士でね、やはり足毛馬と、違う経路の馬って、大傑っていう馬と清姫っていうのをね、交配して夢の配合の子供を作って、まあ、あの最初の参加は牝馬ではあったんですけどね、まあ、そういう配合をやってきた、ね、まあ、平地競馬でもありますよね、ディープインパクトに対してとか、そういうような感じの子供ではありましたよね。泉クリーンもね、あの泉クリーンもデビュー当初は本当に日弱な感じではありましたけど、じっくりとこう本当オーナーに恵まれているというところで、こうじっくり時間をかけてね成長させてね、最後重賞には届かなかったですけどね、いい形を作って今肌馬としてね今繁殖に下がってますよね。ということは赤見さん、福泉の子の泉クイーンの子がまた現れるという。そうですね。で泉クイーンの弟馬は、あの実はその、金沢ブラックが、休養されていたあのアショロで去年1年間種馬としていろいろ種付けしてますから、うん、その血統の子供たちもいずれ出てくるんではないですかね。赤見さん、どうですか？いい顔してる。最高ですね。これが競馬の子供なんですし、まだからもうやめられないです。あ、いやちょっと、ね、確かに押してた馬が引退しても、ね、その後その後その後って追ってけるっていうのが沼ですね、やっぱ競馬の。いやちょっとなんか私もそういう衝撃にあってみたい。福泉が、そうですね、今押してる宇田がね成長して成長して、そうやって種山になったら今の赤見さんのいい顔が、はい、いやでも本当どれだけ幸福なことなのかっていうのが表情を見て、伝わりました。はい、ということで今回は金沢ブラックのお話を伺いました。